黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。開けますよ。まあ他のね出品者の方のね梱包っていうのもね結構勉強になるんでね、勉強しながら開けてみたいと思います。ちなみにライトつけました。いきますよ。はっ、はい、新聞です。どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。はいはい、最終動画ばっかり上げてますが、今日は違うことをやっていきます。何かというとですね、新しく購入したクワガタ、これをね開封していきたいと思います。うん。まあ暑い中ね届いたんでね、無事かどうか心配なんですけど、ちゃんとね梱包していただいてる感じなんで、おそらく大丈夫でしょう。はい、ではね開けていきたいと思います。今日も頑張っていきましょう。軽くひねってあげましょう。よいしょっと。はい、届いたのはこの箱ですね。ダイソーで売ってる150円の入れ物ですね。はい、きちっと穴も開けていただいております。はい、でね、この清涼保管って書いてますね。こういうのありがたいですよね。はいはい、これを開けていくわけですね。まあいつものようにね早送りで開けていきたいと思います。あ、ありがたい、こんな感じで開けやすくなっている。では行きます。はい、次はここですね。はい、開けることができました。うん、蓋開けますよ。ドキドキしますね。この瞬間最高に楽しいですよね。開けてみたいと思います。開けますよ。まあ他のね出品者の方のね梱包っていうのもね結構勉強になるんでね、勉強しながら開けてみたいと思います。ちなみにライトつけました。いきますよ。はっ、はい、新聞です。はっ、おっ、あ、バレちゃうバレちゃうバレちゃうね、ネタバレだね。はい、これもう一頭。はい、これが生体でございますね。はい、木くずが入ってますね。そしてですね、あと中身はこれがあれだ、保冷剤。あとは新聞ですかね。新聞、新聞と。はーい、こんな感じでした。丁寧に包んでいただいてますね。保冷剤が横にあったっていうのが結構ポイントじゃないでしょうかね。最近自分はね 500ml のペットボトル使うことが多いんですけどね。はい、もう見えちゃってますね。こっちがオスでこっちがメス。メスからいきますか。うん。ね、かなりこう丁寧に包んでいただいてます。しかもね、テープをね綺麗に剥がせるようにねしていただいてるんですよ。これはねめちゃくちゃありがたいですね。こういうとこ見習わないといけないなと思いますね。はい。すごく剥がしやすい。いいテープ使ってます。多分。適当なこと言っちゃって。はい。ああ、メスね、開けてみたいな。ちょっとなんかこぼれそうなんでね、なんか下に引こうかな。これでいいかな。よいしょ。開けてみたいと思います。えい。いや。メスちゃん無事かな？うん、湿度は、少ないです。あ、動いてるね、動いてるよ。はい、うお、ほほほほ、元気、
元気そうですね。はい、ちょっとごめんよ。うわ、綺麗だな。待って、すごいですね。はい、とても綺麗です。ちょっと、あれですね、木くずを掃除してあげようかな。はい、わー、すごい。すごいですね。痛い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 わ、痛いわ、お前。裏側も。ちょっと掃除を。はい。綺麗になりましたね。よし。よし。痛い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 。新生中痛い。はい、動いてますね。何のメスでしょうか。ね。このツヤですよ。ツヤ。このツヤでわかるかな。はい。そして、痛い、痛いよ。裏側。こんな感じです。若干赤みを帯びてますよね。はい。これでわかりますか？はい。うん。ね。ピカピカですね。すごいですね。はい。オスの方も開けてみましょうか。はい。オスでございます。もう上の方にいますね。ひっくり返ってますけど、動いてるんで元気です。この辺だったかな？よいしょ。ね。よいしょ。ありがたいですね。剥がしやすいです。すごくね、大事にしてる感じがしますね。はい。じゃあ、開けますよ。よ、もうバレてますね、このね。このフォルムでバレてると思いますが。よいしょと。はい。よし。これです。うわ、すごいぞ。うわ、ピカピカだな。この子ですよ。ちょっと、掃除しましょう。お掃除ね。ごめんね。ごめんね。怒ってる。ブルーライトがカットされてるみたいな。何ですかね。やばい。挟まれちゃいそう。ね。はい。ちょっと怒ってますんで。お掃除もこれぐらいにしとこうかな。はい。ということで正解はこの子でした。グーって言ってます。ちょっと動画に撮れないのが残念なんですけど、威嚇ですね、これ。振動してますね。ブーって。携帯のバイブみたいです。へぇー。ほら。わかる？ちょい。あれ？終わりましたね。携帯のね、バイブレーションですよ、これ。ブー、ブーって。あ、ほら、いました。顎を上げてね。顎をちょっと上げて。威嚇するんですね。うーって。すごいですね。はい。これはね、レギウス。レギウスですね。艶がすごいです。はーい。いやー、すごいな。これテカテカでね、一回やってみたかった種ではあるんですよね。ちょっと、へこみありますけどね、ブリードには支障ないと思います。裏も見てみます？痛い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 よ。はい。わ、すごい。赤いですね。若干赤い、赤いレギウスです。はい。綺麗だなぁ。いや、すごい。これはいいね。うん。ちょっと拡大画像で見てみますか。いきます。赤レギウス登場です。じゃ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 ん。はい、ちょっとズームする、ズームする。おー、赤い。うん、赤さを感じてもらうためにね、ちょっと携帯電話のライトオンにしたんですよ。赤いですね。うわー、しかしすごいですね。はい、裏も赤いです。はい、見てもらえますかね。この裏側もね、すごく赤いですね。赤いレギウス。
はい。なんかスポーツカーみたいですね。あの、ポルシェの赤みたいな。このね、ツヤすごいですよね。うわー、テッカテカだな。うん。あの、一回ね、ツヤツヤボディのね、クワガタをね、買ってみたいと思ってたんですよね。うん。レギウスかタランドスかっていう話なんですけど、まあ、飼育しやすそうな、ね、レギウスの方にしました。ね。おー、すごい。やっぱレギウスといえばこのツヤでしょうね。あと、まあ、独特の、この、顎の形ですかね。うん。はい。なかなかいい感じです。大きさは今日は測りません。ね。いや、すごい。ツヤツヤだな。ちょっとメスの方も見てみましょうかね。はい、こちらがメスですね。うん。メスもツヤツヤテカテカです。で、まあ、そうだね。オスに比べたら若干赤みは落ちるかな。うん。そんな感じですね。いやいや、なかなか素晴らしい。素晴らしいですね。綺麗です。ピカピカです。はい。これがメスちゃんです。名前つけなきゃいけないな。はい。まあ、レギオと、レギコ。で、いきますか。レギオちゃんとレギコちゃんで、命名いたします。この子たち、とりあえずね、ブリードしてみたいなと思ってるんですよ。はい。どうですか？なかなかいいですね。はい。ね。頑張ってブリードしたいと思います。おぉ！ 2 匹並べるとこんな感じですね。うん。かっこいいな。赤いしね。いやいや。これ一応、あれなんですよ。ホワイトアイの血が混じってるらしくて、どっちも黒目なんですけど、兄弟の中にはホワイトアイが生まれるっていうことなんでね。その辺もね、検証してみるのも面白いかなと思ってます。あ、ごめん。動くからドミノみたいに倒れちゃいましたね。はい、ということでね、今日はこれでお別れしたいと思います。黒猫チャンネルの黒猫でした。またよかったら感想を聞かせてください。バイバイ。